皆さんこんにちは、クラシックギタリストの高橋義太です。10月9日のお話し会が近づいてまいりましたので、再度、告知とお願いということで動画を投稿させていただきます。はい、もう一度確認しますけれども、10月9日場所が宮城野区文化センター、宮城野区文化センターというのは JR 仙石線陸前原沼地駅降りてすぐになります、ね。その宮城野区文化センターの2階リハーサル室で、午前10時半から行います。はい、で今回のタイトルが、やりたいことができるようになる方法を教えますというタイトルです。でとにかく、言いたいのは、来てくださった、ね、全ての人に対して、お役に立つお話を必ずいたしますので、ぜひ皆様の、ご来場を心よりお待ちしておりますということです。ね、皆様は、こうやりたいこと、成し遂げたいことというのはございますでしょうか。ね、そしてやりたいこと、成し遂げたいことがあるんだけれども、なかなかうまくいかないなということで悩んでる方いませんでしょうか。私自身もかつてそういう悩みでずっと悩んでいました。ギタリストになりたいんだけれども、なかなか練習にうまく手がつかないということでずっとこう悩んでいました。で、そういった自分の経験ね、そこからどうやってこう、練習をねできるようになってギタリストになったかとね、そういう経験とか学んだことをねお話し会でお話ししますので、何か目標を成し遂げたいと、ね、いう全ての方に対して、間違いなくお役に立つお話をさせていただきますので、皆様のご来場をお待ちしております。当日はお話し会の前に、私のクラシックギターのミニコンサートも行いますので、ぜひそちらの方もお楽しみいただきたいと思います。それでは10月9日午前10時半宮城野区文化センターで皆様のお越しをお待ちしております。はい、それではさようなら。